はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。このチャンネルでは、アスタータタリクスなどのアプリゲームの攻略実況、生配信、そして、ペルソナ3ポータブルリマスター、こちらのね、縛りプレイの生配信を行っております。こちらの生配信はね、平日の夜やるか、土日の、日中にやっておりますので、ぜひね、チャンネル登録をしていただいて、通知ボタンですね。押していただいて配信したら駆けつけていただけると非常に嬉しいです。そしてまあペルソナねすごく楽しい内容になってますんで、あとはまあ私がね縛りプレイで悶絶しているところね、ぜひね笑いに来ていただけたら嬉しいなと思っております。はい、というわけで本日アスタタやっていきたいと思います。はい、トップをね変えました。なんか いつまでも同じキャラだったんでね、自分の推しキャラに変えていきました。はい、早くエース、ソロも実装してほしいです。うん。まあ、ね、絵はね、やっぱ個人的に、ここら辺が、のタイプが好きですね。うん。で、割と、まあ、ほんと個人的な話なんで、聞き流してください。個人的な話なんですけど、まあ、お姉さんタイプが好きなんですけど、今回、ギネビアンルートでね、なんていうかな、話で、まあ、エレイン絡んでくるんですけど、まあ、エレインね、そこですごい、好きになっちゃって、うん。エレインは、今のところゲシュタルトシフトしないですけど、ただ今後ね、エレインがもっと、こう、目立つようなね、イベントをちょっと、まあ、ストーリーイベント来るだろうけどね、希望したいなと思います。あとは、まあ、あわよくば、こう、ゲシュタルトシフト、ノワールとゲシュタルトシフト、まあ、しょうがないんです。こういうストーリーは、主人公がいろんな女と絡んでしまうのはもうしょうがないんです。そういうストーリーなので、はい。まあちょっとね、そういう気分をね変える意味でもこのデスクトップって呼んですけど、デスクトップ変えるのもいいかなっていうふうに思います。今日はね、さっきちょっとまたデータこうお知らせ更新されてたんで見ようかなと思ってます。でまず週末ショップ更新、これ初めてですね。週末ショップこういうのいいと思います。週末がっつりやるよっていう人がこれ見た時に、育成まだ内容みたいですよ、育成にとってに効率いいもの並んでたら、よし、じゃあこれ買ってやるかっていう風になる気持ちになることもあると思うんですよ。なので、内容が良ければ買ってくれる人もいる。で、A、B、2種類。伝承せ、A は伝承選択召喚週末パック A などの伝承選択召喚に使用できる召喚チケットが手に入るパック。ショップ B には体力パック。週末券、体力パック。AP チャージってことか。スケアメダルパックなどのアイテムパックが陳列されます。これが週によって、武器のない、武器種が変わるってことかな。だからぶっちゃけこれは、全部置いてくれてもええんやでっていうところなんですけどね。で、3000円で、一応、まあね、これ大事。優勝の伝承石もつけて、で、おまけをつけるっていうのはもう絶対大事。これはもう絶対やってください。こういうのを買うついでに、伝承石、優勝の伝承石をゲットできるっていうのが、こういうパックの魅力なんでね。だからやっと少しずつやってくれてるなーって感じがしますね。これから新規の人も入ってくる可能性があるんでね。こういうのどんどん増やして、ほんとね、今、初めて、課金したら、1万円ぐらい課金したら、ドーンって一気に、ボードまで 60% 回復して、レベルも50まで上げられる、1体だったらレベル50まで上げられるみたいな、そういうのがあってもいいと思うんですよね。今の時点でも。でもそれがないんで、なんかこう、ないんであればまた、こういうのをね、少しずつ追加してくれればいいのかな。で、1万円で、これ、安いんじゃない？連勝選択チケット10枚と5000。AP チャージ10。AP チャージ10。AP を石で回復すると、だいたい確か、5回復するのに110とかだったから、300ぐらいかな？だから、倍率が上がってって。で、300でしょ？で、これが3000でしょ？で、5000。これ安いね。ただ、メダルがたまんないっていうのがあるからね、チケットは。まあ、そういう弱点はありますけど、でも単純に選択権引くっていう風に考えたら安いかもね。で、AP チャージと優勝5000買うっていう風になったら、これ毎週やってくれるんだったら、これね、週末に課金する人で、毎週1万円ぐらいだったら課金してもいいっていう人がいたとしたら、まあ、これめっちゃ得ですよね。そうすると、2週間で、ガチャの更新が、だいたい2週間に1回とか、だから、まあ、先月の末は1週間に一遍来ましたけど、あれ、間にエクスカリバー入ってたんで、だから2週間に一遍ぐらいなので、
それで考えたら、今まで1万円を2週間に1遍ぐらい課金した人が、もしかしたら毎週買うっていうパターンも生まれるかもしれないですからね。それは分からんす。俺には。俺には分からんすけど、そういうこともあるかもしれないと。お、これいいじゃん。リモンスクロールパック。これいいっすね。これだよ。これっすよね。みんな待ってんの。電子書籍の優勝2500。だからこれ1万円買うと2個買えるってことか。あ、これ来るんだったら俺ガチャ回すの悩むな。200で10チャージいきんな。あ、これ熱いな。これ熱いな。週末、まあ、暑いなとか言ってるけど、今、ね、みんなの中では AP0 に、APU の最大値を増やしてくれとか言ってる中で俺がこういうのはどうなんだろうって思っちゃうけど。まあ、客観的に見ると、まあ、正直な話すると、ストーリー、ヘブ版とかみたいに、ストーリーは、APU とかなしにできてもいいんじゃねって思ったりはするんですけど、ただ、ヘブ版とかと違うのは、ストーリー周回できるっていうことと、あとは、周回することで、たくさんアイテムが手に入るじゃないですか。だそういう点で考えると、まあ、APU 縛りがある程度発生しないと、なんだろう、新しく入ってきた人との差、まあ、特に今なんて、これから、なんていうのかな、VTuber のコラボして、ガッて、新規を掴もうとしてる、しようとしてる中で、それやってたら、ちょっと、ね、まあ、微妙なのかなっていうところもあるから、まあでもね、ゼロにした方がいいと思いますけどね。まあゼロにしてほしいってことですね。モリーコアとアウェイクストーンか。どっちもアウェイクストーンくれん。体力パック。これは、無償で買えるやつか。これ無償でも買えるやつだね。これは優勝か。あ、一応全部あるんだ。これ、でも、これでもね、ありがたいっちゃありがたいけどね。古戦メダル使うの悩みますからね。総務23、投票部門ね。これ一応応募し、投票しました。まあ、これはいいか。で、イベントで、これですね、とうとう来ましたね。カバー株式会社。で、まあ、今回ガチャがない。だけど、じゃあ、ゲーム内で、なんだろう、イラストがっていう話だったんで、まあ、年相だろうっていうふうに思ったら、まあ、年相でしたね。しかも UR ってことで、まあ、既存のプレイヤーにも、まあ、内容にもよりますけどね。既存のプレイヤーにも、まあ、年相はプラスになるっていうのと、まあ、あとはね、スイッチは目当てで入ってきた人たちも、まあ、まずはね、この年相を使いながら、まあ、遊ぶっていうのもね、これを取るためにね、取るまでは、遊んでくれる人もいるかもしれないんでね。その時間、接続数増えて、ね、盛り上がりは増えると思うんで。で、そのうち何人残るかっていうのは、まあ本当運営次第だし、あとは盛り上げ方次第。入ってきた人が楽しいと思わせられるかどうかっていうのは勝負なんで。まあちょっとそこら辺は、個人的にも頑張ろうかなと思ってるんですけど。で、シナリオイベントで、アスタゾン世界にスイちゃんが登場すると。いうことで。どうなんだろうな。まあ、彗星のごとく現れたスターの原石なんで、彗星のごとく現れるんじゃないですかね。うん。なんか、フィャーンって落ちてくるみたいな。たまにこう、ある、ギャグパートみたいな、そういう感じに なったりするんでしょうかね。で、年装以外の装飾品が出るってことで、まあ、これも楽しいですね。なんか、スイちゃんのマイクとかじゃないかなって予想はしてるんですけど、まあ、それがどんな効果があるか。スイちゃん、青だから氷属性のやつがあるのかとかね。まあ、そういうのとかも気になりますけど。あとは、このザイオン。これ、この曲を、どういう風に、ホーム画面の黒板に表示されるポスターからっていうところですね。で、あとは、記念パス。記念パスっていうのは なんだろうと、ログインボーナスがあって、記念パスが販売されるのかな。で、あとは、さっきの年相手にいるのはパネルミッションということで、まあ、内容はまだわかりませんが、明日の、15時解禁ということでね、まあ、楽しみですね。はい。で、まあ、なんかね、これ、雑談なんで、なんていうか、興味ない人はまあ、これから先、聞いてても面白くないかもしれないんですけど、なんだろう、こう、今回ガチャなしっていうことで、まあ、なんでなんだろうっていう話に、まあなんだろう、こう儲けるチャンスじゃないですか、ガチャなんて。ね、タワーオブスカイとか、影マス？影の実力者になりたくて、マスターオブガーデンっていうアプリがあるんですけど、二つ、他にもあるんですけど、バルキリーコネクトとか、まあ、そこら辺のやつって、がっつり、ホロメンの、キャラをガチャに登場させるんですよ。で、まあ、ゲームアイっていう、その、非公式の、
予測サイト、セルラン予測サイトみたいのがあるんですけど、まあ、それではタワーオブスカイっていうゲームは平均2000万ぐらいだろうっていうふうに言われてたんですよ、売り上げが。それがコラボしたら、6倍ぐらい跳ね上がってたんですよ。1億2000万ぐらい。でも、コラボ終わったらまた2000万に戻ってましたけど。なんか、タワーオブスカイに関しては、なんか10人以上コラボしてたんで、だからたくさんの人間が入ってきたっていうのは、まあ間違いないと思うんですよ。一瞬だけ。でもまあ、ゲームが面白かったら続くはずなんで、続かなかったってことはそういうことなんだと思うんですけど、まあ僕はやったことないんで、評価はできないんですけど、で、影マスが、6月にやったのかな。で、影マスの世界に、VTuber 入ってきたら、そりゃ、ね、まあ、中二病の、まあ、アスタタも似たような系列な、ではあるとは思うんですけど、なんか、こう、例えば、まあ、衣装とかでコラボするとかっていうんだったらわかるんですけどね。だから、もし、アスタタでもやるんだったら、スタイルっていう仕組みにしたんだったら、キャラ増やすよりもスタイルで増やしてもらった方がいいんじゃないかなって気はするんですけどね。まあ、個人的にね。で、影マスに関しては、なんか、そのコラボした月、売り上げ下がってるんですよね。予測で。だから、ちょっと、そういうので、ちょっと、こう、なんていうの、そういうの、結構、やっぱり、結構、もう僕がそうなんで、そういう人もいるんだろうなっていうふうに思うんですけど、ミーハーじゃないですか、基本的に。人間って。情報って、自分で探しに行けばいくらでも見れるから、あとは勝手に目に入ってくるのもあるけど。だから、そういうのってあるってなると見に行っちゃうじゃないですか。でそうすると、なんかこう、知識を得た気分になっちゃうんですよ。僕がそうなんですけど。で、それで、VTuber とコラボすると、やばいみたいな、やっぱりこう、植え付けが発生して、実際そういう風になっちゃったところもあるかもしれないですけど、まあ、最後の力振り絞って VTuber とコラボしたっていう可能性がありますからね、そこは。で、アスタタの違うところは、初めてに3ヶ月目でコラボしてるから、どうなるんだっていう不安がある。影マスに関しては、10ヶ月ぐらいかな。ターオブスカイはわかんないですけど、なので、まあそういう風に見ていくと、まあでもね、アスタタだけじゃなくて、ファンキルとか、タガタメとかの流れ見てると、まあどっちも、なんかね、ファンキルなんて特に電波組インクとか、リアルアイドルとコラボしたりとかしてたんで、それでもまあ9年続いてるわけですよ。まあ昔と今一緒っていう風にはならないとは思うんですけどね。ただそれでも続いてるから、このコラボきっかけで、まあ潰れるってことはないのかなっていう。まあ、あとは、予想でしかないんですけど、このコラボで、なんか、もしかすると、アスタタ側が、カバー株式会社に、こう、依頼してる金額って、実はそんな高くないんじゃないかなっていう気がしてて、コメントいただいて、それで気づいたんですけど、アニプレックスって、ソニーの完全子会社なんですよ。これも俺知らなかったんですけど、あ、そうなんだと思って調べたんですけど、で、スイちゃんが、所属してるレーベルっていうのが、トイズファクトリーっていうレーベルなんですよ。で、そのトイズファクトリーの販売元がソニーなんですよ。だから、これアニプレックスとソニーとトイズファクトリーとカバーっていうかスイちゃんっていうのが、まあ、繋がってるんで、まあ、もしかするとこれ対等なコラボっていう感じになってるのかなっていう。だから、アスタタン、で、こう、曲を流すっていうことによって起こることっていうのは、今、もう見ててもわかる通り、アスタタやってる人の中に VTuber なんぞみたいな、感じの人がやっぱり多いわけですよ。で、そういう人に、曲を見せたり、スイちゃんのイラストを見せたりとか、あとはまあ、多分だけどフルボイスになると思うんで、イベント。このイベントでフルボイスじゃなかったら意味ないと思うんで、なので、まあ、それで、まあ、スイちゃんの、まあ、キャラ、まあ、作られたキャラにはなると思いますけど、まあ、それを、ま、知って、もしかしたら、スイちゃんのファンになるかもしれないです。で、逆に、スイちゃんの方からも来るかもしれないです。これが、なんか他のゲームよりも、ちょっと強いのかなっていうふうに思って、アスタタ側には、そこまで損がないっていうか、だからガチャないのかなっていう。まあ、ぶっちゃけガチャあっても、別に誰も気づかなかったんじゃないかなって気はするんですけどね。ただ、それをしないっていうのは、まあ、アスタタ民に対しての、なんていうのかな。まあ、ある意味還元になるんじゃないですかね。だってね、俺たち何のリスクもないじゃないですか。イベント参加して、年装と装飾品手に入れればいいだけで、ストーリー興味なかったら飛ばせばいいじゃないですか。MV も聞きたくなかったら聞かなきゃいいじゃないですか。なので、まあ、そういう意味では、なんか、騒がれてる、まあ、言ってる人はそんな多くはないですけどね。言ってる人は言ってるっていう。なので、なんかね、どっかの、評論家気取りの人が、これがアニプレックスの本気ですかみたいなことを言ってたんですけど、
プレックスレベルになると本気出さなくてもこんぐらいのことはできんだなっていう、まあ、ことなんだなっていう、ちょいちょいってできちゃうんだなっていう気はしますね。だってお金かかってたら普通ガチャにするでしょ、どう考えても。だって損じゃないですか。結局言うても繋がってるとは言ってもカバー株式会社にはお金払わなきゃいけないわけなんで、って考えるとまあ対等なコラボなんだろうなって、お互い宣伝し合いますよっていう。だからこれでなんていうのかな、カバーとうまくやってもらって、まあホロライブってVTuber 最大手なんで、なのでまあ定期的にね、宣伝してもらってもいいんじゃないかなって気がしますけどね。テレビ CM 打つよりも多分高いかもしれないけど、ホロライブに定期的に宣伝してもらう方が、リスナーは一緒なんで、同じ人が宣伝してくれれば、リスナーは一緒なんで、そのリスナーが、興味持つ頻度だったり、その、やってる時だけ遊ぶみたいな人がいると思うんですけど、そういう人がね、定着する可能性もゼロではないんでね。ゼロではないってだけです。あとは、まあ、これ以上いいか。まあ、そんな感じがするんでね。なので、まあ、今回のコラボは結構、なんていうかな、アスタタ運営にとっても、我々にとっても、プラスなんじゃないかなっていう気はしました。ただね、ストーリーの AP0 は、まあ、向上化、半年くらいでは向上化してもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしますね。なんか半年くらいで、ストーリー追加してほしいなって気はしてるんで、タガタメが確かね、1年単位で1章ずつぐらい増えてるみたいなんで、アスタタだと、もうちょっと、少し、次のやつは期間短めにして、で、そっから少しずつ期間伸ばしていくみたいなのがいいんじゃないかなって気がするから。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。